いただきましたけれども皆さんご覧いただく通りですね今日は男も女も廃炉祭りということでなんと男性と女性に、えー、それぞれ150名ずつくらいの、えー、大体こう半数に分かれて座っていただいております小博役の明さんお願いいたしますはい、えー、本日はお越しいただきありがとうございます皆さん盛り上がってますかはいはい これ、男性がこんなにいるの、なかなかないっすよね。ないっす、ね。ほんとっすね。初めてですね。男性の方、ハイアンドローああ、いいですね。<ー>女性の方、ハイアンドローああ、いいですね。ありがとうございます。<laughs> お付き合い。<laughs> ええー、改めまして。 え今回ですね琥珀という役を演じさせていただきます、えー、今回はですね大ヒットおお御礼ということで舞台挨拶させていただきますけれども本当に皆様に愛されて本日まで盛り上がっております心から感謝しています本日はよろしくお願いしますありがとうございます続いて琥珀の右腕つくも役青柳翔さんお願いいたしますえ本日はご来場いただきまして本当にありがとうございますつくも役をやらせていただきました青柳翔です えー、本当にあのチーム一丸となって作った作品ですし、えー、こうしてたくさんの方に見ていただいて、えー、そしてまた舞台挨拶できること本当に嬉しく思っております、えー、本日はよろしくお願いいたしますありがとうございます続いてチーム三能連合会より総長小村役の岩田貴則さんお願いいたしますはい、えー、小村役を演じさせていただきました岩田貴則ですありがとうございます 今日はこうして大ヒット御礼ということで、こういう日が迎えられることを本当に心から嬉しく思っています、本当に皆さんの応援があってのハイアンドローという作品でもあるので、引き続きハイアンドローという作品を皆さんにもっともっと楽しんでいただけるように、自分たちともしてもこれから取り組んでいきたいと思っています、今日は短い時間ですけども、どうかよろしくお願いいたしますありがとうございます。 続きましてコブラの親友大和役の鈴木伸之さんお願いいたしますはい、えー、大和役やらしてもらいました鈴木伸之です、えー、ありがとうございますあの本当に大ヒット舞台挨拶ということであの本当にまたこうして皆さんの前に立たせていただけることが本当に感謝してますし嬉しいです、えー、今日は短い時間ですがよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて天宮兄弟から蹴り技を得意とする天宮兄弟の次男正樹役の高平さんお願いします はい改めまして天宮まさを演じさせていただきました高かです <laughs> え皆さん暑い中今日は足を運んでいただきありがとうございます、えー、短い時間ではございますが皆さんと楽しんでいければと思いますので今日はよろしくお願いしますありがとうございます続いて片谷ボクシングスタイルの三男ひろと役の戸坂ひ美さんお願いいたしますはい、えー、皆さん今日はありがとうございます えー、皆さんとまたこうやってお会いできるのも皆さんがこうやってハイアンドローを愛してくださった結果またこういう機会ができたと思いますので今日は短い時間になりますけども、えー、皆さんと最高の思い出ができたらなと思います今日はよろしくお願いします。 ありがとうございますさあ今回の舞台挨拶はですね上映後ですのでネタバレ ok でございますはいあのぜひキャストの皆様から今だからこそ話せる特別なエピソ,エピソードも交えてお話を伺っていければと思います、はい、まずはですね私から質問させていただきますが今だから言える 他のキャラクターのうらやましかったあのセリフ、あのシーンというテーマで皆さんでお話ししていただこうかなと思いますが <laughs> ハイアンドローは名言が多いですからねそうですねそうですね。いろいろありましたねもう、まあ、皆さんも好きなところあると思うんですけども、うん、ねだどこだろう あすいませんあの多分見終わった後なので琥珀とのいろいろギャップあると思うんですけども普段のことかあるいので <laughs> フレンドリーでよろしくお願いします <laughs> 普段からられだったら怖すぎです <laughs> <laughs> ね無限だとやっぱりあのシーズンワンシーズンツーからはいあの流れでやっぱりね二人の天宮兄弟二人のそうですね。 僕たちがせっせせっせと100人集めたのにちょいちょいちょいってね本当ですよちょいちょいじゃなかったですけどね群れてすいませんって鈴木がね山とかもう思い切ってお前なんだって言ったらすぐやられちゃいましたワンパンでやられたしあそこしかもカットされてるんですよね多分そうだよね確かに思いっきり鈴木の腹殴ったんだけどカットされてたねいやでもあんなね強い兄弟はい よくもまあ群れ上がってと、はい、<laughs> 最高なね名台詞を残しまして、ね、でもなんかそれ言ってるあの撮影の時とか,、うん、か結構こうやってそのこういう質問とかはい、はい、受けて聞くとそのセリフをあれがいいって言ってくださるんですけど撮影の時とか台本もらった時もそんなにこんなみんなが引っかかるワードじゃないと思ってたんですけど、うん、分かるそれは。もう ハイアンドロプロジェクト始まって序盤の撮影、序盤でしたね。一番最初、ぐらい、確かに。昨年ぐらい、も10月11月ぐらいですかね。最初なんで。いやいや、夏撮影は去年の夏。そうですよね。どこです。1年前ぐらい。すごい暑かったの覚えてますもん。そうですね。どうですか、こう皆さんに羨ましがられる天宮兄弟。改めて。いやいやいや、僕なんかもう全員羨ましいですからね。映画見ていただいてわかる通り。 もう間抜けとスケベが止まらない <laughs> 空振れも止まらないというそれは俺もフォローできないわ、うん、<laughs> そうですねあれと思って <laughs> でもあれそれもいろいろとこういろんな各県に行って舞台挨拶回らせていただいて、うん、いやどこか印象的なセリフありますかっていうと、うん、お兄ちゃんの言いこと聞きなさいってうそれすごいですよね。 めっちゃ人気ですよねあのセリフ、うん、いやなんでだろうと思ってそのそれこそそんな風になるっていうここまでこう、うん、あのセリフが育っていくとは思わずに、うん、だって流れの一個でしたもんねあれとかねそうそうそう,そう<ー>こういう会話する流れの一個が、うん、一回しか言ってないしねそうです <laughs> 一回しか言ってないそうですど <laughs> うぞ。